こんばんは、今日は12月22日、第217回しゃべくり松代の時間になりました。本日のパーソナリティは西澤がお伝えいたします。今日は、12月22日なんですけれども、実は長野市は先週すごい雪が降りました。予報では今日もね雪が降るなんて言ってたんですけど、今日は雪が降らずに雪かきもせず体も楽でした。皆さんいかがでしたか？はい、ではですね、今日は、お話をしていただく方をご紹介いたします。小林康成さんです。小林です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小林さんね、実はちょっと介護のことをね考えて、あるものをね作られたということで、はい、今日出ていただいてるんですけれども、はい、またちょっとそのあるものはすぐに出しますけれども、実は長野市は、高齢化率が 27% くらい、松代町、私たちが住んでる松代町はもう 30% を超えて 32、3%、 私たちもいつ介護される側になるかわからない現状の中でね、やっぱり今日の朝日新聞にも出てたんですけど、東京の方ではねやっぱり施設がすごく不足していて、その地方の介護事業者が東京で施設を開くみたいなね、そういう現象も起き始めたっていうのがね新聞に出てたんですけれども、まあそんなね大介護時代で、もう2013年の統計だと認知症の方がもう462万人もいるというね、それから1年経ってるからもっと増えてると思うんですけど、まあそうした中でねこういう調査もあったんです。どこで介護されたいか、病院なのか施設なのか、男性の半数は自宅でした。自宅でね介護されたいんですよね。でもそうすると介護する人がいるわけですよね。ということはやっぱり介護ってねいろんな大変さがありますよね。はい、そうした中で小林さんも今回ねそういう大変な介護をされた人の現状からあるものが生まれたということで、ちょっとお見せいただいていいですか？はい、これです。はい、それですね。はい、はい、それは何でしょう？おむつにつけるインナーです。ああ、紙おむつにつける、そういうことです。はい、それはどうしたものですか？まあ一番介護の中で嫌なのは下の世話、うん、それの中でも便が一番嫌なもんですから、うんうん、これは、うん、あ、西田さん手を乗っけていただきます、はい、グーを、グーを、はいはい、こういうふうになりますね。はい、ということは、うん、これはおむつを包むもんな、あ、じゃあお尻を包むもんなんです、うん、そうすることで、うん、割れることによって、うん、便はおむつ側に、うん、肌には、うん、便はつきにくくなると。なるほど。一番嫌なのは便が直接肌につくことがトラブルの元になりますから、それを軽減しようというのが発想の原点です。うんうん、これどうして作ろうと思われたんですか？いや、僕の友達が、うん、お母さんの介護をしてました、うん、3ヶ月ぐらいかなり必死にやりまして。友達ってもちろん男性ですよね？もちろんです。今ね2つ上ですけども。あ、そうですか。今50代の息子さんが80代のお母さんを介護するっていうね問題も、ぴったりそこですね。ぴったりそこですね、はい、そういう現象もね、はい、増えてきてるっていう中で、うん、やっぱり息子さんも お友達の方も大変だったってことですか？はい、何が嫌だって言って、うんうん、それが一番嫌だと。かなり体の力あるんですけど、うん、こう抱きかかるとかそういうのまだいいと、うん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 、もうなんせ下の世話が嫌だと、特に便の世話が嫌だと。特にね息子さんは男性だし、ええ、お母さんは女性だし、もう本当につらかったということで、うん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 、この商品の発想が生まれたんです。うん、そうなんですね。はい、まあ、そのやっぱり辛い経験があったからこそこういうものがあったらいいんじゃないかっていうことでこれが生まれてきたと思うんですけども、はい、これね私もこう触ってみたらすごく柔らかいんですよね。はい、私もちょっと子育て中に子供のねおむつ替えとかあったんですが、子供用にもねこういうねものがあったんですけど、それよりもね柔らかいです。うん、これはどんな素材でできてるんでしょうか？これは、うん、不織布といって、うん、マスクやなんかと同じですけれども、はいはい、日本には、うん、おむつの肌側にの不織布を作ってるメーカーは3社しかありません。うーん、その3社のうちの1社の、うんうん、
最高級品、最高級品、はい、うん、この中には竹と炭が、炭のイオンが練り込まれてます、うん、竹と炭が入ってるってことは消臭、はい、殺菌効果があると。その通りです、はい、なるほど。そうですね、やっぱりそういうものがないとね、本当にやっぱりおむつ替えって辛いですもんね、そういう、まあ、この柔らかいね不織布でこれ作られてるんですけど、小林さんこれ実際に小林さんも気持ちいいですよ。当ててみたことあります？あります。まあ、あの下剤は飲んでませんから、はいはい、便は出なかったですけども、はいはい、あのつけてて違和感は全くないです、これは。そうですか、はい、なるほどね。やっぱりこう柔らかいですもんね、はい、これあれですか、やっぱりそのね、実際にこれ使ってみてね、どうだったかっていうところで、はい、実際にお使いになった方々からのね反響がここに来てるんですけども、ちょっとこの辺お話ししていただいていいですか？はい、一番面白いなと思ったのは、うん、あの一番上の方、はい、90のおばあちゃんですけれども、90のおばあちゃん、はい、はい、まあ残念なことに今日告別式を、そうだったんですね、だったんですけれども、うん、おばあちゃん背中に体動かないもんで、うん、赤くなって床ずれ、あ、はいはい、という初期段階ですけど、うん、なったもんで、うん、これをシャツに貼っとけと、うんうんうん、シャツに貼っといてもらって、うんうん、あの患部にはワセリンを塗った、塗って、あの、うん、奥さんはワセリン薄く塗ってたと、うん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 、いうことによって、うん、四五日で痛みが抜けたと。おお、なんとお尻だけでなくて、ええ、背中の床ずれにも効きました。改善が見られた。改善が見られました。すごいですね。こう、ね、このやっぱこう肌に当たるとね、柔らかいですもんね、本当にね。それとあと、空気が通ることによって、うんうん、乾燥してくれるんじゃないかと僕は思いますけどね。なるほどね、ええ、はい、ここさっきのね、この製品の、ね、こう概要を見ると、浸水性、通気性に優れって書いてありますもんね、はい、やっぱこの通気性っていうの大事ですよね。と思います。ですから、うんうん、ここに一番下の例なんですけれども、はいはい、98歳のおじいちゃん、うん、まあ、正直施設に入ってる方ですけれども、うん、匂いが出てたと、うんうん、いう方が、うん、これも 4,5 日で軽く、うん、乾いてきたと、かわい、あ、2日目ぐらいで匂いが消えて、はい、乾いてきたと、うんうんうん、いう話でしたね、うん、あ、赤くただれてね、匂いがあったってね、はい、もうただれてくるとやっぱりね、匂いもね強くなってきますもんね、でそれがやっぱりこれを使うことによって改善されたという、はい、そういうことですね、はい、それはきっと介護ねする方も一生懸命こう介護するじゃないですか、でもやっぱりこうなかなかね、そのところがうまくいかなくてただれちゃったりすると、なんかこう自分もね一生懸命介護してるのになって、ね、そういう精神的負担もね、どうですかね、やっぱりお友達もね、本人たちもまだ意識がありますから、うん、痛いと思いますし、うんうんうん、薬塗る方も嫌だと思うんですよ、うん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 、ですから、うん、少しでもそういうものが軽減されればと、うんうん、まあ、結果的にそうなったんですけどね、うんうん、基本はうん、介護する方が楽になってくれればいいということで考えた商品ですけども、質を求め続けたらこういう形になったというだけですから、なるほどね、やってみたらそういうおまけ的な結果も、そう、これは副次的なものです、うんね、まさかその床ずれ、はい、褥瘡とかにもね、はい、効くとはね、もしかしたら思ってません、思ってませんです、はい、あのこう今ちょっと高齢者 の、 その介護の現場の話なんですけど、はい、こう病気の方にもなんかこう良かったという話をまあ、病気というか、はい、まあ、皆さん肌トラブルは持ってられる、うん、寝たきりなだけに弱い分だけ肌トラブルは持ってられる、うんうんうん、でそれを外的要因で、うん、改善できるならば、うん、薬使うより僕はいいと思うんですよ、うんうん、あ、そうですね、製薬会社の方に悪いですけどねまあそうですよね、でもまあ薬も限界があるかもしれないですし、そのがんでね患ってる方がやっぱりこう長期入院の時にもこういうのを使うと良かったってね、いうことね、あの意識がありますからね、が、うん、うん、の方とか、うん、脳梗塞の方でも意識はあるんです、表現ができなくても、うんうん、でそういう方たちの精神的ケアにもなると、うんうん、なるほどね、いうことですよね、うん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 、
やっぱりこうなかなかね、おしものことっていうのはね、何歳になっても認知症になってもやっぱり羞恥心っていうのはね、みたいですね。ね、うん、そうなんですよね。なんか自分たちもね、もうあと数年ちょっと早くない？数年後は早い。数年数年はちょっと早いと思うね。そうか、もう20年ぐらい、あと、あと25年ぐらいは頑張りたい気がするけど。そうですね。でも今こういうことを考えておくことが実は自分たちの将来のためにもなるってことですよね。そうですよね。あの、子供たちに少しでも負担が軽くなれば僕はいいと思うんですよ。で、国の政策が在宅介護という方に向かってきてますから、そうですね。ですからご家庭でも、もしかしたらこれ、夜2回変える、あの1回必ず変えなくちゃいけないの、変えなくても済むかもしれない。あ、なるほど ね、 夜ね、これがあることによって、トラブルが少なくなれば、1回変えるのが少なくなる可能性はあるんじゃないかというふうに僕は思ってます。なるほどね。そうですね。まあ、実際にこうお使いになった方々からも、もっとこんな風にしたらいいんじゃないかっていうアイデアも出てきてるって聞いたんですけど、これ僕この商品に関しては、ベストの商品ないと思ってるんです。モアベターでより良くしかできないと思ってますから、それのために、まあ、少人数で今これ作っていましたから、はい、いろんなご意見なりあったらいくらでも改善できるところは改善して、よりモアベターにしたいと、より良くと、それにはまずいろんな人に使っていただきたいということですよね。そういうことですね。なんかね、やっぱりこう、介護の現場ではやっぱりこう便がなんとなくこう柔らかかったりとか、どうしてもこう出やすいようにこう、するね、薬を飲んだりすることで、ちょっとね、やっぱりこう、柔らかい浸水性の、ね、ものになってしまうっていう、そういうものにもなんかこう対応を考えてます。考えてます、それでこれは正直言って通っちゃってお尻にうっさっっていうかついちゃうんですね。いわゆる水に溶けたやつが水と人についちゃってる、これ浸水性で本当に空気も通りますから、ですからそれについてはこれ2枚使ってます、はい、合わせになってます、ね、合わせになってます、はい、ですからこちらの下の方を、それをある程度シャットアウトできる不織布に変えて、それもおむつ用の不織布ですけれども、にやって、改良して介護される方も楽なように、ただなっちゃったまご不幸にしてなったらこれを使っていただいて直していただくという2本立てにしたらベストかなと、一つで済ましたいんですけど、そこまで能力は人間の力じゃ無理かなと思いますもんで、まあ、体型もね、人によって違うようにやっぱりね、あり方もね、人によって違うと思うので、ぜひいろんな方にこの商品を使っていただきたいんですけど、はい、もしこのね、使ってみたいなと思われる方はこちらにご連絡をしていただければいいということなんですが、ね、実際に小林さんもね、使ってみたということなんですけれども、ぜひこちらに連絡していただくと、多分今日ね、この話を聞いてもっとこの話聞きたいなという方もいると思うんです、はい、その場合もこちらにお電話いただければ大丈夫ですね。はい、はい、じゃあこちらにぜひ皆さんお電話ください。はい、小林さん、最後になりましたけれども、実は小林さんは介護現場でずっとお仕事をされてきた人じゃないんですよね。僕は違います、本業は違います、ね、全然違うお仕事をされていたのに、そのやっぱりお友達の話を聞いて何とかしたい。いや、もう僕らももう近いですから、で、今苦労されている方はより楽になっていただきたいっていうのは基本ですよね、なんかちょっと人のお役に立てたらいいなっていう、そういう感じですね。その思いがこの形になったということで、ね、で、伸び縮みしますって言ってください。そうですね、これね、ギャザーがあるので、伸び縮みすることでよりお尻をすっぽりと、ね、包めるようにもなってますし、いろんな体型の方にもこうね、対応ができるということで、はい、では小林さん、お時間になりましたけれども、はい、どうも、ぜひ皆さんこれね、使ってみてください。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。さようなら。
片平さん、来週の予定の前にお知らせを。了解です。はい、はい、します。お正月ですね。お正月の。お正月の関係です。はい。はい、ね、樋口住宅で、お正月の遊びをね、やるっていうんですよ。はい。元旦とね、2日、3日まで、3日間、子供の遊び。どんな遊びがあるの？いろんな遊びあるんだよ。昔の遊びあるんでね。あ、大人まで OK。うん、若い人、子供から、矢坂さんも言ってもらっても OK。放送禁止用語だったけど。はい、ぜひね、子供の遊びね、うん、元旦からね、3日、ね、はい、10時から4時までやってます。お、はい、もう参加自由、うん、入場料無料。はい、うん、でね、暖房入ってる。暖房入ってるんだよ。おでしょ、うち、止めといてね、こう遊び行けばいいよ。うん、そうですね、これね、はい、いろんなあるんだよ。カルタ、スゴロク、うん、ね、福洗い、トランプ、おはぎ、おまじき、お手玉な、けん玉に、将棋に、囲碁に、ビー玉に、オセロ、もういっぱいあって、どういうやりようがないわ。遊びきれない、うん、10時、4時まで遊んでもらえば。1日遊べますか。そうです。お弁当持っていけば最高ですよ。あ、そうですね、うん、あそこで食べちゃいけないんだ。あ、じゃあダメ、外で食べる。そうそう、お昼ね、はい、お昼食べていただいて、はい、そんなことでぜひ参加いただければなという、はい、一日がかりでね、はい、はい、お願いします。ぜひおいでください。はい、お願いします。はい、はい、続いて、ということで、はい、来週のテーマ、来週、29日ですね、最終、今年最終日です。はい、はい、ね、うん、面白いんだ、麻酔スマホを語るってね、カチューシャの歌ってあるじゃないですか。カチューシャ可愛いってね、あれ真っ白の出身です、麻酔スマホさんね。はい、でね、はい、1月の5日かな、命日なんで、うん、そこでもってね、そういう、またイベントをやるんです。はい、それでね、これまたね、麻酔スマホを語るっていうのでね、麻酔スマホ芸術クラブ主法のね、宮坂さんという人、この人にちょっと来ていただいて、お話を伺います。はい、面白い話してくれてますね、うん、それではぜひね、またね、いろんなお話できるかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ました、はい、楽しみですね。はい、いいですよ。お正月じゃねえや、年末ね、そうです、最後、今年最後、はい、松井スマホで、はい、締めくくね、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、それでは、来週、しゃべくりますよ。どうぞ、楽しみに。お楽しみに。